めちゃめちゃ紛らわしい薬莢です。左側 FC フェデラルカートリッジ9ミリのルガー、そしてその隣が9ミリの BRC、 これはブラウニングコートっていうタイプで、9ミリを見ると同じのになんでこんなに大きさが違うのか。確かに9ミリね、同じ口径でも後ろっていうか下の部分、リムっていうかが全然違います。なんで紛らわしい表記かっていうと、ブラウニーが勝手にこんなことしたのかな。まあとにかくこれはですね、 380ACP っていうタイプ。じゃあなんで 380ACP って書かないのかわからんけれども、非常に紛らわしいんで気をつけた方がいいです。それと、これをですね、リサイズとかいろいろとやるときには必ずと言っていいほど無理がきます。このサイズが全然違います。これの、リローディングするときのシェルホルダー、全くサイズが違うので、これで、ああ、そうだ、この9、普通の9ミリの、シェルホルダー使って、これでサイズにすると、戻ってきません。完全に中に引っかかったまま出てきませんので注意してください。9ミリブラウニングコートまたは 380ACP でした。